オネームハータイネ、有吉さんこんにちは。もう読まなくてももしかしたらもういいかもしれないですね。聞いてないんだろ。こんばんはだよ。そうですね。いつ読んで。有吉さんこんにちは。ある大学の音響研究室というところで声の発声原理の研究をしているものです。有吉さんのホーミーが上達してきているので簡単な練習方法を提案させていただきたくメールいたしました。ガンゴンガンゴンギーンをゆっくり繰り返す。先週の放送でやられていましたね。うおおあえいゆうというように母音をゆっくり変化させる。うおあおえいゆうかな。舌を英語の R のような位置にしてさっきのうえーとゆっくり変化、同時に舌もゆっくり動かしてみる。でガンゴンギンをゆっくり、ガンゴンギンラララいかがでしょうか。とにかくゆっくり変化させるのがコツです。実は元となる地声が低い方が、倍音が増えるんですが、ウルルン滞在期で安めぐみさんがホーミーをマスターしていたように女性の声でも倍音が出ますので、有吉さんの平均的には高い声でも大丈夫だと思います。最後にご結婚おめでとうございました。最後にか。最後になんだよ。ホーミーだった。ガンゴ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 ン聞こえます。確かに、まあ、ちょっとこれ今日の2時間マスターしてる。前向きっすね。やんなくていいですよ別に。ホーミーって言ってる場合じゃねえんだよ。いや本当に本当にいい加減にした方がいいっすね。マジで小僧。うおおあえいゆう、うおおあえいゆう。うおあおえいゆうかな。うI'm a man.